暑い、めちゃめちゃ暑いな今日は。めちゃくちゃ暑いですね。とりあえず行きましょうで適当に。さあめちゃくちゃ暑いですね止まってたら。というわけで、まあこれフルーツロードね、昨日からフルーツロード、結構バイク乗りが多いな。これ撮れてますかね、これ動画撮れてるんかな。まあ撮れてる程度で行くけど、毎回これやな。撮れてるように見えて、実は撮れてるように見えても音声だけ撮れなかったりするからね、 GoPro って。で何なんだ。あ、フルーツロードこっちの方がいいかもな。京奈は通るより100倍いいぞ。まあたまにこういう脇道から出てくる車とかあるからあれやけど、野生動物とかも出てきますからねこの道は。なのであんまり夜に通るのはあかんけど、まあ、日中であれば安全かもね。あと快適ですね、何より。京奈はマジで、京奈は快適とはまあ言えんからね。あれはもうトラック多いから空気悪いし、1車線しかないから前に遅い車いたら、マジでマイペースな車いたらそれだけで車列になってすごいストレスかかるからね。ゴールデンウィークなのになんか交通量少なくていい感じですね。まあ、さっきバイクの中断とかいたけど、あんまり車は走ってないね、まだ。まだというかもう永遠に走らんといてほしいね。まあ車で行くなら普通に京奈は行くか。おっちゃん、さっき言って。今日は天気予報によると、真夏日、6月初旬頃の気温らしいね。最高気温が26。もう完全に夏だな。今日こそ山の方行くべきやったかもな。まあいいか。あんまり遠出する気にならないというか、もう山の方も山の方でやっぱりね、高野山とか行くとやっぱりね交通量多いからな。逆にこういうカウンターでこの近場というか普通の場所の方がいいんじゃないのかという気がしますね。さあこっからどこ行こうかな、どっちから行こうか。どっちのルートか行くか考えよう。停止はしわになっとるやんけ。交通量マジでないな今日は。なんなんゴールデンウィーク、みんなどこへ消えた。なんでこんな天気いいんだ今日は。南極行く日とかに限って曇ってて、どうでもいい場所に行く T に限ってこんな晴天とか、ちょっとなんかおかしくない。交通量はそれほどないからまあ良かったね。だからイメージしてたのもっとなんか、何て言うかな、すごい交通量あってストレス溜まると思ったら、これは時間帯によるのかもしれないな。これ夕方になると帰るやつらで渋滞しそうやけど、今はまだ行楽地にいるからそんな混んでないんだね。というわけで今のうちに移動したいね。大奥は潰れてるやん。大奥は桃山店潰れてるやん。なんかあそこの大奥はってすごい田舎の大奥はって感じで良かったんですよね逆に。なんかしょうもねえなマジで。いい感じのとこがなくなっていくどんどん。あー今日は車少なくないですか。めっちゃ少ないな。いつもの土日より少ないぐらいじゃない。あーこれはゴールデンウィークの逆効果かね。みんな行楽地行ってるか、こういうなんかしょぼいとこにはいないってことか。やっぱ川沿いはいろいろいいですね。まだそういうイリーガルな場所イリーガルな場所っていうんかな、違法工作地とかまあ普通に残ってるからね。ジジイが勝手にゴルフ場みたいな作ってたりするやん。
河川法違反ですからね、普通に。あの河原のものを勝手に改造したりすると河川法違反っていう重罪やから、それも全然あの取り締まられてないからね。勝手に畑にして、まあそれお目こぼしされてるよな。河原に畑作って農作物育ててそれを売っているというとんでもない、もう戦前の名残がまだ残ってるという。まあ、前回来た時は1年前ぐらいですかね、半年前か、あの水道管の通った橋が途中からポッキリ折れてみたいなやつ。おー、なんかすごいな、あれ。原付みたいな音やん。違法工作地がありますね。違法工作地が、重機、なんかトラクターとか使ってるけど、トラクターとか使ってるけどいいのか、違法工作地をのか、違法工作地やばいやろ。こんな大胆に作っていいのかよ、ちょっとぐらい隠せよな。水道橋が見えますね。下から入られるな、工事やってるな。これ工事やってるか入れない。水道橋が落ちたから、その隣にあった橋の上に水道管を通してそっちを使ってるみたい。だから橋は通行止めになってるね。工事中か。な、向こうに置いて歩いてくるしかないんや。ハトる、ハト。ハト全然逃げん。おーい。なんなんだこいつらは。全然逃げん。ここ前橋やったのが今閉鎖されて、こっちの方を水道管通して、そういう間に合わせの工事。このパイプがその水道管ですね。すげえとこにあるな。住宅地の、住宅地っていうか住宅地跡ができたんか。これが水道管、クレーン用の土台作って、でそこでクレーン乗っけてパイプをつなぎ合わせる。こういうなんか河川敷のこういう怪しげなとこってちょっとワクワクするな。なんかもう解体工事ではない、水道管を元に戻そうとしてる。まあ元に戻ってまた再びあれじゃ崩れ落ちるんじゃない。これわざわざ来たけど全然やったな。すげえ違法工作地がある。合法なのかもしれないよ、もしかしたら。違法とか言ってるけどよ、合法なのか。いいとこ見っけたね。ここで休憩してから帰るか。というわけで今回はね、まあ水道橋行ったけどちょっと期待外れだったかもしれねえ。というわけで、まあ終わりましょう。